ビクトル・ペトロービチーワノフは、ロシアの政治家。ウラジーミル・プーチン政権で、大統領補佐官や連邦麻薬取り締町長,長官を、務めた。プーチン政権とともに、ロシア政界に対等した、白引きと言われる、旧ソ連国家保安委員会など治安当局や、軍の出身者を中心とする武闘派の総帥と言われる。1950年5月12日、 ロシアソビエイト連邦社会主義共和国のノブゴロドで軍人の家庭で生まれる。1974年、無線通信専攻でレニングラード電気技術大学を卒業する。大学卒業後、軍務に就く。兵役終了後、科学生産合同、ベクトルに勤務するが、この時に KGB のエージェントとなったと言われる。1977年、 KGB レニングラード支局に勤務。1978年、KGB 高等課程を終了。レニングラード支局時代にプーチンと知り合う。1987年から1988年までアフガニスタンで活動。ムジャヒディンとの戦闘にも参加している。1988年にレニングラードに戻り、密輸対策課長として、 KGB レニングラード州局に勤務した。ソ連崩壊後も治安関係の仕事をしていたが、天気が訪れたのが1994年で、サンクトペテルブルク第一副市長となった、プーチンの推薦で市の行政府に勤務するようになる。サンクトペテルブルクでは、管理部長などを務めたが、1996年の市長選挙で現職のアナトリー・サプチャークが、 第一副市長だったウラジーミルヤ・コブレフに、よもやの敗北を喫し、これを機会に、イワノフも、市業政府を退職。転職し、株式会社、テレプリス総支配人を務める。1998年、サプチャーク市長が敗北したため、同様に、サンクトペテルブルクを去っていたプーチンが、連邦保安庁長官に就任。プーチンは、再び、イワノフを誘い、 FSB 内査局長に就任する。以後、1999年プーチンの首相就任に、伴い FSB 次官、経済保安部長となる。同年12月31日に、プーチンが大統領代行に就任すると、人事担当の大統領府副長官に就任し、KGB のプリマコフ派を更迭した。2004年3月、大統領補佐官に任命される。 大統領府副長官のイーゴリセイチ鎮と並び、白引きの代表とされた。なお、イワノフは2004年10月2日に日本政府の招待で来日している。2008年5月にメドベージェフ政権が発足すると連邦麻薬取締町長,長官に就任し、2016年まで長官を務めた。最大一難一条有する。武勲に対するメダルを受賞。 ニュージョブズ、オールドファース、ザライン、アップ・カンファームズ・ザット、ブラジミール・プーチニーズ・スティル・イン・コントロール。ザ・エコノミスト、http コロンスラッシュスラッシュ www.ekonomist.com スラッシュノードスラッシュ113766992011年1月2日閲覧。オルソーシーミングリーサイドラインドイズ、ビクトール・イワノフ、エーハードラインエクス。 スプークフワー,ークドクロースリー with Mr. ジンキーティングジョシュアイインタビュービクトール・イワノフ。コーリン・ポリシー h t t p コロンススララッッシシュュ w w w f o r e i g n p o l i c y c o m スラッシュアーティクルズスラッシュ2010スラッシュ10スラッシュ二2スラッシュインタビュービクトール・イワノフ2014年11月19日、閲覧 ウジアオあんルアイシャ君、SCO リーダーズメイ、メイククルーシャルアフガンディシジョンズ。China Daily <www>. China, 2010, o,、http コロンスラッシュスラッシュ www.chinadaily.com。cn、チャイナ、2010SCO、2010から06、11、コンテント996万3918、htm2011 年1月2日閲覧。ロシア、 S ドラッグコントロールチーフ、ビクトルイワノフボンドラストマンスイン北京、ドラッグスプロデューストインアフガニスターンアレ、フローイングツー、ロシアチャイナ、インテインセファイングリージョナルインスタビラティ。ありがとうございます。